ポポチャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。本日のメニューは冷やしカレーそうめんです。夏の暑い時期にピリ辛のさっぱりとしたカレーそうめんはいかがでしょうか。それでは本日のキャストをご紹介していきます。そうめん、シーチキン、カレー粉、トマトケチャップ、味噌、お水、きゅうり、長ネギ、白ごま、ラー油です。それでは早速作っていきましょう。まずはそうめんをですね、2束茹でていきます。そうめんの茹で時間は2分です。そうめんを茹でている間に長ネギときゅうりを切っていきます。まずは長ネギをカットしていきましょう。長ネギの方は、縦にですねスライスしていく、もしくは千切り、白髪ネギ、そんな状態にカットするといいと思います。そしてきゅうりはですね、縦にスライスしていきます。こんな感じですね。でそうめんが茹で上がりましたので水を切っておきます。そして長ネギときゅうりがカットが終わりましたんで調味料を合わせていきます。まずはお味噌ですね。でそしてカレーパウダー、そしてトマトケチャップを入れていきます。そしてお水を入れながらかき混ぜていくんですけども、一度にお水を入れちゃうと混ざりにくいので少しずつ入れていくのがおすすめです。そしてシーチキンですね。でシーチキンは油をお好みで入れても入れなくても大丈夫です。僕はさっぱりとした味が好きなので油は今回除きました。そしたら先ほどの調味料にスライスしたきゅうりとそうめんを和えていきます。でそれをお皿に盛り付けますね。とっても簡単ですよね。そしておつゆもちゃんとかけましょう。でおつゆも入れましたらね、最後長ネギを添えて、あとラー油をねお好みでかけてください。そして最後の最後で白ごまを上から振りかけていただければ完成になります。はい、出来上がりです。こんな感じに仕上がりました。美味しそうですよね。では早速いただきます。夏はやっぱり刺激のあるちょっぴりピリ辛の、そしてさっぱりとした味、これがたまらないですよね。シンプルなめんつゆのそうめんにちょっと飽きてしまったら、たまにこのカレーそうめんを作ってみてはいかがですか。とっても美味しいですよ。はい、ということで本日もいかがでしたでしょうか。簡単5分で作れるカレーそうめん、ぜひ参考にしてみてください。本日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。そしてタンポポチャンネルでは皆様からのリクエストもお待ちしております。ぜひコメント欄にお願いいたします。ではまたお会いできたら嬉しいです。